みんなが一匹の大きな魚みたいに泳げるようになったとき、スイミーは言った。僕が目になろう。アーキー。朝の冷たい水の中を、昼の輝く光の中も、みんなは泳ぎ、大きな魚を追い出した。これさ、なんか、これもいいじゃん。でもさ、大きな魚かわいそうだよね。なるほどね、あんま仲間みんな食われてんだよ。そうだけどさ、叩かれるのはね、リンが悪いからじゃないんだよ。好きだから叩くんだよなんてのはね、嘘なの。好きだったらね、好きだったらね、こうやってやる。Mm-hmm.